ポストゥムス帝の勝利を記念する効果マルクス・カシアニウス・ラティニウス・ポストゥムスは、ローマ帝国の軍人。後に、ガリア帝国の初代皇帝となった。軍人皇帝時代の戦勝皇帝の一人。なお、ポストゥムスは、最後の息子や、父の死後に生まれた息子の意味を持つ、ラテン語のソエナである。前半生はほとんどわかっていないが、身分が低い、ガリア人で、 軍に入隊して昇進し、ついにはゲルマニアスペリオルとゲルマニアインフェリオルの総督にまで至ったと推測されている。ローマ皇帝がアディエヌスが東部で発生した問題を解決するために現地に赴いたとき、ライン川を防衛するために息子で共同皇帝のプブリウスリキニウスコルネリウスサロニヌス及びポストゥムスを含む軍事機関を後に残した。この地域が アルマンニ族やフランク人の侵略を受け、その混乱の中で、ポストゥムスは自ら皇帝の名乗りを上げた。そして、ポストゥムスは、サロニヌスと、その補佐で、プラエフェクトスプライトリオであったシルアヌスがいる、コロニア・アグリッピナを包囲し、攻撃を加えた。ポストゥムスは城壁を突破し、サロニヌスらを捕虜とし、後に処刑した。後に彼は、この勝利を記念する。 アーチモンを建設した。260年、ポストゥムスは、ローマ帝国からの自立を果たし、ローマ皇帝号を戦勝した。彼の支配権は、ガリア、ヒスパニア、ゲルマニア、およびブリタニアであり、後世、彼の政権は、ガリア帝国と、通称されることになる。彼は、自らの政権の首都、コロニア・アグリッピナに置き、独自の元老院、失政官を呼び、 プライトリアに置いた。彼の硬貨には自らをガリアの復元者と称しているが、この称号はガリアをゲルマン民族から守った後に与えられている。ポストムスが発行した硬貨はガッディエヌスが発行した硬貨に比べて、職人技の質が高く、含まれる金属の品質も良かった。263年、ガッディエヌスはポストムスを征服すべく出生した。 ガッディエヌスは、初戦に勝利したものの、後に深で追一帰還せざるを得なくなった。このポストゥムス討伐戦に失敗した後、ガッディエヌスは、帝国内の他の危機への対応に暴殺され、再びポストゥムスを攻めることはなかった。ガッディエヌス配下でメディオラヌムを支配していたアウレウォルスは、ポストゥムス参加にあからさまに倶がえした。仮に、ポストムスがローマに進軍しようとしたら、 メディオラヌムは重要になる都市だった。しかし、ガッディエヌス軍に包囲されたアウレオルスを何らかの理由によりポーストゥムスは援護しきれなかった。ガリア帝国皇帝としてローマから分割拡挙したポストゥムスであったが269年に彼自身が散脱にあった。ポストゥムス配下の軍部最高指導者の一人だったウルピウス・コルネリウス・ラエリアヌスが モゴンティアクムにおいて、現地の中東部隊と周辺の軍隊に押されて、皇帝の名乗りを上げた。ポスツムスはすぐに、モゴンティアクムを取り戻し、ライリアヌスを倒すことには成功したが、自軍の兵に対し、モゴンティアクムでの略奪を許さなかったために、軍隊に不満が溜まって統制が失われ、反逆されて殺害された。ポスツムスの死に伴い、彼の築いた帝国は、 ブリタンニアとヒスパニアの支配を失った。領土を縮小したガリア帝国は、マルクス・アウレリウス・マリウスに引き継がれた。ポストゥムスは、ローマ皇帝群像において、30人の戦勝皇帝の一人に挙げられている。彼の統治の開始年はしばしば259年とされているが、最近では皇帝を称したのは260年の夏か、秋からの可能性が高いとされている。 もしも、ポストムスの統治開始として260年を採用するならば、ガリア帝国に関する事象が起こった年は、すべて1年ずつ繰り下げられる。ありがとうございます。